手の者が情報をつかんだ。里を襲ったあの暗黒の侍はヴィゴル帝国の銃器卿、その名はドーク。神聖皇帝とやらが的を黒竜丸の力を我が物にせんとしたのだ。ドーク、
それは、重機卿には心があるということか。ええ、魔人になっても精神を失わないもの。重機卿はたったの3人、ドークと妹、そして皇帝を守る奴が。俺のそばにいるのは危険だ。お前もすぐにここを立ち去れ。レイチェルよ、アルマの痛みを思わばここで殺すべきになるも、お前には価値もあろう。未熟なるアルマに地獄の覚醒をばもたらす逃げとなるのだ。血を分けた双子の姉なれば、この上なき生贄となる。アルマのために身を捧げ、惜しいかな、その魔人力。魔人となり重機卿ともなりやがらば、アルマに劣らぬ器だが、まあ、これまでだ。